豊かな自然に包まれて、さまざまな表情を見せる四季の音色。大地に耳を傾ければ、ふるさとの記憶がよみがえり、やがてメロディーとなって心地よいリズムを刻む。この思いを青い森の国から。世界遺産白神山地の玄関口、青森県深浦町。白神の水が育てたある野菜の収穫が始まった。それは十勝黄金。広い畑に響くエンジン音、土の中から傷をつけず丁寧に掘り起こしていく。作り手は一つ一つ出来栄えを確認して収穫する。愛情込めて育てた十勝黄金、この日が無事に来たことに幸せを感じる。温暖の差がここにはあって、それからの土がいいのと、また水もいいの、水がきれいなのと、またそういうのが全て揃っているので、いいものができると思います。体に優しいような安心安全な作物を作るように心がけております。収穫したらすぐに出荷。いいものだけ選んで、いいものだけ食べてもらいたくて。私どもの作った十勝黄金はとても美味しく出来上がりました。全国の皆さん、どうぞ食べてみてください。歯ごたえが魅力の深浦町の十勝黄金。十勝黄金が届いた先は東京江東区にある豊洲味蔵。活気のある店内でもてなす料理は、旬で新鮮な食材を贅沢に使った日本ならではの味。深浦町からの贈り物で新たなメニューを作るのは、和を極める被災料理人、富山総料理長。重量もずっしりとした感じの部分が伝わってきましたね。みたらし団子のような形の部分のものをちょっとイメージして作っています。素早い包丁さばき、匠の表情に変化が。何かを感じ取ったのだろう。調理のスピードが上がる。思った通り結構ですね、そのまとまり感っていうんですか、あ、こんな感じで仕上がるのかなっていうのが、最初にイメージできたものがそのまま形として仕上がったような気がします。ライブ感ですね、熱々のものを熱々で提供できる、そういうスタイル、そこをこだわってます。本日のメニューは十勝黄金のみたらし団子。作り手の愛情が育てた深浦町の十勝黄金、和を極めた匠の技、その2つのコラボレーションから今日もまた新たな伝説が生まれる。次回も素敵な贈り物を青い森の国からお届けします。